ではここで本日お越しくださいました報道関係の皆様との質疑応答に移らせていただきます。ここからの撮影はノンストロボでよろしくお願いいたします。では質問のある方はですね、挙手をお願いいたします。そちらまでマイクをお届けいたしますので挙手をお願いいたします。では質疑応答に入ります。質問のある方は挙手をお願いいたします。はい、では男性の方、今マイクがいきますのでよろしくお願いします。でリスポーツの藤沢と申します。室井さんに伺いたいんですけれど、はい、先ほど地方公演の話が出ましたけど、はい、今回富山で公演がありますけれど、はい、ちょっとそれに向けての思いなど伺えればと思うんですが、はい、前の時もですね、前回も富山 の地方都市で2つほどやらせていただきまして、今回また富山で2公演やります。それからお隣 の石川県でも、やらせていただきます。富山はですね、ご存知の通り3月の14日から北陸新幹線が通りまして、私たちの移動最後の飛行機になるのかなというふうに思うんですけれども、またなんて言うんだろう、もしかしたら今電車で行こうとしますとですね、新潟の方からこう回って日本海がこう見えて、トンネルを抜けるとそれこそ雪国の逆バージョンで海がバーッと見えるところを多分渡りながら、私たちもしかしたら電車で行くのかなと思うんですけども、その景色が3月からはちょっとまた違うルートになりますので、ああ変わるんだ な、まあ、そういう昭和のそれこそ風景みたいなものをもうこの公園で最後経験する。